はい、山根店長です。イエーイ。ってことで、今日のどうでもいい話は、ちょっとヤフーニュースで見つけたんですけど、熟年夫婦が後悔した若いうちによかっやっておけばよかったこと1位は。ってことで、ぜひね、若い人、僕も熟年になってきとるんで、50歳。何やろうと思って見てたんですけど、ですね、1位が、結局何やろう、結局、ちょっとザーって読んだんですけども、お金を貯めときゃよかったってことですね、おそらくね。1位は貯金ってことかな。で、意外と夫婦間で、こう、隠し事があって、お金のことに関してね。家計を管理しているのが妻が 45%、 夫が 24.8%、 別々管理が 16.4%、 共同が 13.9%。 なるほどね。はいはいはい。まあ、結構昔は男が稼いで、俺らの親父とかその前の時代は給料袋ほら現金でもらってほいって渡してあと任せたみたいなね、そんな家庭が多かったと思うんですね。今でもその名残があるんでしょうね。でも今若い子たちは結構別々夫財布とかね、なんかいろいろあるみたいですけども、でもやっぱり そうしたところで最終的に子供さんできたりとかしてね、そこら辺でやっぱりこうお金集めとってよかったよなということを書いてるみたいですね。で、意外とサバを読んでる。例えば奥さんも貯めてるけど少なめに言うてるとか、旦那さんも稼ぎこれあるけどこんだけでごまかしてるって言い方悪いけど、ってこと書いてますね、ずっと。なるほど、資産形成をやっときゃよかったよとかね、あと2位がね、運動しときゃよかったと。で、3位が後悔したものがない。4位が旅行。5位が親孝行。まあ、日本人っぽいっていうか、なるほどと思う。俺、運動はしてるけど、資産形成は。俺、でも後悔せんね、別に。あんまり俺は後悔とかないっすね。ってことで、皆さんもね、やっぱお金あった方がいいんで、貯金はしとった方がいいよね。ただ、いくら貯金しても極端な話ですよ。極端な話、日本の経済崩壊して、なんか起こったら紙くずなる可能性はある。一番いいのはめっちゃお金持ちはやっぱ金 と、お金も円とドルとユーロとかに分けるとかね、やっぱ資産分散させるのがいいそうです。なんかで読みました。はい。ってことで、めちゃめちゃお金持ちの人はまあ考えた方がいいけど、普通の人はそんなことまで考えて生きとったら大変なんで、ってことで、後悔しないように、今日一日一生の精神で毎日明るく楽しく元気よく、頑張ればいいんじゃないかなと思う山田店長でした。ってことで、今日もアドリブ書いてる通りです、思い込みです、適当に聞き流しとってください。ありがとうございました。